こんにちは、にじこです。昨日は風さんが武道館でライブをやった日だったんですね。3年前にで、くしくもその3年前に風さんがライブをしたその武道館に昨日私は行ってまいりまして、ユーミンのライブでした。もうなんかね、センターステージでね、あーこういう感じだったよなとか思いながら見てたんですけど、まあでも風さんの時は私は1階席だったんですね。1階の割と前の方で、で今回ユーミンは2階席の結構上の方だったんですよ。でもね、全体が見渡せてその演出がすごいんですよ、ユーミンのライブはね。いろんなものが飛び交うし、浮いてるし、もうなんかあんなのが動き出すしみたいな、もうなんかいろいろあって、それが全部見れるっていうのはね、良かったですね。で風さんはですね、私はあの正面、最初あの箱がパーッと開くじゃないですか、あの時に正面だったんですよね。あれがラッキーだったと思いますね。驚きましたね。あの箱が出てきた時にもえっと思ったし、あれがバーンと開いたら風さんが出てくるわけですよ、ピアノの前に座ってる。もうなんか光が、なんかライトの関係でかめちゃめちゃ彫り深く見えてですね、もともと彫り深いんだけど、なんかね、もう外人ですかみたいな、風さん、前座みたいな、なんか本当にね、なんかそんなのを覚えてますね。でこれは私の部屋ですこんな風に飾ってあって、これ武道館の帰りにいただいたものですね。そうそう、その後あの DVD にもブルーレイにも入ってましたね、うん。でこちらはあの武道館で流れたラジオ、飯室大吾さんの DJ で、風さんも最後にちょっと出てきたあのラジオですね、それがここで聞けるんですよ。藤井風アプリで聞けるんですよ。コバさんがね、みんなにも聞けるようにしたらどうかなって言ってくれて、さすがコバさん、うん。でこれの見方っていうのを私はショート動画に上げてるんですよ。あのそちらを見ていただくと、このラジオの聞き方がわかるので、よかったらあのこちらですね、こちらをご覧いただけたらと思います。多分あの探すとさっきの風さんのあの写真が出てきます、うん。はい、で振り返ってみるとね、3年前の本当昨日ね、ドキドキしながら武道館に向かったんですよ。で昨日も歩きながらね、もう暗いんですよ今ね、行き5時半ぐらいだったかな、もう暗いんですよね、うん。でああドキドキしながらこの道歩いたなとか思いながらね、でその前にねちょっとねお茶してたんですよ、私近くのお店でね。そうそう、これこれこれ武道館、ああもう鳥肌立っちゃう、これ見るだけでもね、ここで写真何枚撮ったことやら。そうでね、あーこれもこれもねちょっとごめんなさいね、このね、あの風さんが舞台が回るんやでって言って、ほーら回りよる回りよるっていうあの名言出ましたよね、うん。でなんかこの頃はなんか肩とか胸とかなんか薄っぺらくて、今すごい体が大きくなったんだなっていう、改めてこの姿を見ても感じましたね。薄っぺらいとか言ってごめんなさい、なんか線の細い青年とか言われてたけど、本当にそういう感じでしたよね。初々しくてね、だってほぼっていうかデビューして初のライブですもんね、これね。初で武道館、すごいね、うん。だからあの随分やっぱり鍛えたんだなっての分かりますよね、うん。いや本当にこのパーンと箱が開いて風さんが出てきて、いやあの時の衝撃は忘れられませんね、うん。で全体を見るとこういう感じだったんですよね。昨日のユーミンのライブがこんな感じの、 あの景色でしたね、うん。すごい良かったですね。いやそれでね、近くのお店に入ったんですよ、私あのライブ前にね。そしたらもう風の民だらけですよ、風タリアンでいっぱいな店内で、でそれぞれグループがあったりしてね、みんなあのグッズティーを着て、もうええわの T シャツ、牛の T シャツね、あれ着てる人も結構いたかな、うん。私何着てたかはちょっと覚えてないんですけど、あ違う違う違う、私は普通に
通の服で行って、それで武道館のほら梅干し T シャツって言われてるやつ、あれをもらってあれを着たんだ。そうライブの時はね、うん、みんなあれ着てたんですごかったですよ。見渡す限り梅干し T、 ほとんどの人が、うん、これジャンピングピアノね、伝説のいいタイミング撮ってますねこれね、うん、こんなことする人いませんもんね。はい、この後まさかあんなに乱れピアノになるとは誰が想像したでしょうあのアリーナのねはい、でそうそう、この武道館の時はね一末だったんですよ、一向期だったんです。で5000人ですよ、1万4000人入るのに、もう本当にゆったりと見れて、それで、まあ、私1階だったんだけど、本当になんか目線がそんなに変わらないみたいな感じで、すごい良かったなって思うんですけど、アリーナの後ろの方の人あんまり見れなかったって言ってましたからね、うん、でそうそうそう、で一人一枚しか応募できなかったんですよね。だから友達ととかできなかったから、みんな一人で来てるから、なんか本当にシーンとしてたんですよね。でそのさっきのその飯室大吾さんのラジオが流れたんだけど、その後ね10分ぐらいなんか間があった気がするんですよね、私の記憶が定かなら。でその間シーンとしてね、物音一つしないっていう時があったんですよ。みんな梅干しティー着てね、この空間は何だろうと思いましたよ本当に、うん、そして風さんが現れ、もう本当になんかね、まあ、何十回も私ここでも言ってると思うんですけど、教祖様降臨みたいな感じだったんですよ。いやだから変な意味じゃないですよ、なんか誤解されると困るんですけど、教祖様なんて思ってないし、そうじゃなくて例えです、例えね、なんか光が当たって、なんかうわーって感じ、もうでなんか本当に五光が差してるみたいな、そんな感じがしましたね。もうね本当にいろんな人が言ってますけど、神聖な場だったんですよ本当に、神聖、うん、なんか本当に。で風さんもそういう思いでやってたっていうのもあるから、やっぱりなって思ったんですけど、だからなんか最近の風さんはやっぱりグレース以降、グレース以降というかアリーナツアー以降かな、2月に終わっちゃったっていうインスタポストしたあのあと、なんかねやっぱりこう新生風になったじゃないですか、もうオールド風とはさよならでね、なんかどんどんね人間になってる感じ、いや人間なんだけど、なんていうのかな、いい意味でなんかその、まあ、伝えることは伝えるは変わらないんですけど、ものすごくそのそっちに偏ってた、なんて伝えたいっていうのに偏ってた、ごめんなさい私の言い方悪いね、なんかいやもういい意味で言ってるんですけど、私はすごく伝えたいっていうのがもう前面にあったんだけど、なんかもう人間風になってから私の中で思うのはですよ、すっごい解放されて、なんかねものすごい軽やかになって、それでいい意味での人間臭さが出てきて、でそのワーキングハードでも花でも伝えるメッセージは変わらないんだけど、より軽やかになってるなっていうのをね感じますね。うん、本当に生まれ変わったって感じがしますね。はい、そう、それでその武道館なんですけど、武道館でこれはキリがないから、あ、へでもねえよの時ですね。もうこれもバキバキでかっこよかったですよね。本当下からグランドピアノに4日かかって上がってきた風さんを見た時に、またヒヤーってなりましたね。アイデアがね、ダッチ監督だったんですよね。うん、それで、まあ、なんて言うんだろう、言葉にならないその感動でそれを見ていたんですけども、そしたらこのレーザー光線、そしてこの赤い光に包まれた風さんもかっこいいなんてもんじゃないですよ、もう本当に。だけど終わった後、新曲をライブで歌うのは難しいだっけ、なんかそんなこと言ってましたね。もうなんかあバキバキでかっこよく歌ってたけど、そんな風に思ってたんだなんて思って、なんて可愛いと思ったのも覚えてますけど、うん。それで最後の回廊ではね、上から本当にたくさんの羽が落ちてきて、
なんかもう天使と言わずして何と言おうかこの姿って感じでね、ものすごくこうピュアで繊細で丁寧に扱わないと壊れてしまいそうな、もうそんな風に見えたんだけど、だけど凛とした強い人間藤井風というのもそこにはいて、なんかもう本当にすごい場でしたね。本当にあれはもう特別なライブでしたね。ね、ブルーレイ見てもわかると思うんですけど、それでそれで飯室大吾さんの DJ のね、まあ皆さん聞いた方もこれから聞く方もいるかと思いますけども、面白いよね、風さんって食べ物にカビが生えてるから冷蔵庫に入れるようにしたとかね、あの藤井家の家訓みたいなものでヨーグルトの蓋にあるものも残さないとかね、でも素晴らしいですね、こういうことが大事なんですよ、本当に生きるってこういうことよねって思いましたね、私は本当に。で東京に来て寂しくないかって聞かれたら、孤独も楽しめるようになりたいというこの言葉がやっぱり風さんですよね。そしてかっこいい大人はお父さんとズッツくん、ズッツくんが一番の癒しってね、本当にこれね何回聞いても嬉しいね。癒しの存在のズッツさんがいてくれて本当によかったってね、癒しであり、まあ、ビジネスパートナーであり、まあ、ビジネスって感覚はまあないかもしれないですけどね、お二人ともなんかこう社会貢献する仲間同士みたいな、そしてその音楽仲間でもあるし、お父さんのようでもあるし、お兄さんのようでもあるし、なんか本当にまあソウルメイトって言いたくなるよね。で聞いてくれる人にポジティブな影響を与えられるもの、みんなが歌ってくれるような歌を作りたいってもうバンバン作ってるじゃないですか、もう全部そうですよね。でアルバムリリースから5ヶ月で武道館、もう本当もうね、本当最初からねすごかった、風さんはもうぶっ飛ばしてましたね。なのにね、では藤井風くんに登場していただきますってなったら、なんでちょいちょいちょいみたいな感じで入ってきて藤井風と申しますみたいな感じでね、おいおいじゃって本当気が抜けますよね、これがいいんですよね本当。で、とにかくね楽しい一日に、わしにとっても皆さんにとってもスペシャルな一日になればと思っておりますということでね、ほんまに今日はありがとうございます、一生懸命わしも頑張りますって、ほんと最高いや本当に、でもなんか風さんってすごい人ですよね。なんか言葉に何て言えばいいのか難しいんだけど、今でもこうこうやって話してる、思い出すだけで涙がちょっと出てくるのは何なんだろう。なんかね存在がもう、なんかもう存在がすごいですよね。藤井風さんと人がっていう人がね、本当にこの時代に現れてくれたことがどれだけ救いになったか、本当にそれを思って、私ここのとこね、ここ1ヶ月ぐらいずっとそんなこと思っていて、改めて、いつも思うんだけど、改めてなんかいろいろ自分の人生とこう振り返ってみるとね、本当に風さんがいなかったらと思ったら、私の人生もっと、絶対違う方向行ってたなっていうのを思うんですよね。なんかもうどれだけ世の中に貢献してることかで、貢献するぞとかなんかやってやるぞとかっていう変な力みは一切ないのに、ゆるーくおいおいじゃって言ってるだけでこれだけの癒しになるというね。だから私風さんに感謝の企画っていうのもねやろうと思ってね、サムネだけ実は1ヶ月以上前から用意してるんですよなんかそういうのやりたいなって思っちゃったんですよね、改めて。近々やると思います。
皆さん、賛同っていうか、そこにまた参加してくれたら嬉しいです。うん、で、はい、そう、ちょっと皆さんのコメントもちょっと紹介させていただきますね。こちら初コメさんですね。さゆりさん、ちょうどにじこさんと同世代だと思います。娘たちの影響でそれまで K-POP とカンドラ一辺倒だった私、風さん出演の紅白も視聴していたにもかかわらず2回ともスルーした私、こんな私が今年の春、風さんの音楽をこよなく愛している友達から風さんを教えてもらい、そこからあれやあれよと風の間に沼落ち、激落ちしたのでした。そんな私にとってにじこチャンネルはバイブル、特に2年前の初めまして旅路 BTS などなど数多くがありがたく拝見させていただいてます。にじこさんのあったかくてユーモアのあるおしゃべりに癒されてニヤニヤしたり爆笑したり涙したり、我が家の高さ181センチの冷蔵庫を見上げてうっとりしたりしています。にじこルームも大好きで拝聴させていただいてます。どうかこれからも風さんと私たちをにじこさんの愛とパワーで包んでくださいね。最後に風さんを教えてくれた友達に感謝したいと思います。ようこさんありがとう、だそうですよ、ようこさん。うん、はい、ありがとうございます。にじこルームもありがとうございます。こっちでね、ユーミンライブのことなんかもまた、配信しようかなと思ってますけど。ね、友達に聞いて、それで聞いてくださりありがとうございます。うん。嬉しいです。ね、よかったですね。それで風さん知ることができて。はい。それから、さらしまさん。これはライブ配信についてですね。エセタンサービスカウンターにしおれた花束を求めて殺到するレディの集団が目に浮かび爆笑させていただきました。ああ、にじこさん大好き。ありがとうございます。本当にね。ライブ配信聞いてない人何のこっちゃですが。はい。あと、ポポキさん。にじこさん、アーカイブで聞かせてもらいました。リスナーさんの無茶ぶりに笑いましたが、それに面白おかしく答えてるにじこさん最高です。ありがとうございます。はい。それから、ベルさん。にじこさんの楽しいおしゃべり大好きです。私少し過ぎちゃいましたが21日誕生日でした。ちょうどにじこさんが虹を見られた日です。写真勝手ににじこさんからのプレゼントだわと待ち受けにしました。今日も楽しみです。いっぱい笑わせてください。あー、そうでしたか。10月21日ベルさんお誕生日おめでとうございます。いつもライブ配信でお祝いしてるんですけどね。ハッピーパウダー、ハッピーパウダーってふざけてんですよいつも。はい、もうね、ベルさん幸せな一年が始まりましたね。おめでとうございます。ぜひ待ち受けにしてください。はい、ありがとうございます。それから、すずめさん、いつも配信ありがとうございます。花はやる気の起きない時に聞くとエンジンかかります。うん、寝る前は風さんの曲とにじこさんの楽しい配信聞いてると本当に癒されます。私にとって風さんとにじこさんはなくてはならない存在です。これからもよろしくやで。ありがとうございます。嬉しいです。うん、それからさっちゃむさん、にじこさん、皆さんの楽しいコメントたくさん読んでいただいてありがとうございました。皆さんのコメントいくらでも聞いていられます。にじこさんが言われたように風さんのピアノは他の方のピアノと何か違うんですよね。私は語彙力ないのでうまく説明できませんが、初めて風さんのカバーを聞いた時、温かくなるような心にズーンとくるというか、何度も何度も聞きたいという思いが募って、この人のピアノを生で聞きたいと思うようになりました。そのピアノに風さんのあの声と表情とあのいろいろなものが加わったらもう無敵ですよね。私はにじこさんの声も同じだなと思っています。毎日毎日にじこさんの声を聞いているととても心が落ち着いて、毎日にじこさんの声を聞いていたいのです。やっぱり風さんとにじこさんはどこかでつながっていると思います。おそろ、虹もおそろでしたもんね。またゲリラでも何でもやってくださいね。ありがとうございます。いや、恐れ多い、そんな。いやいや、つながってる。いや、そんな。恐れ多いです。いや、でも本当、嬉しいです。ありがとうございます。なんか、そう思ってもらえるなら感謝です。なんか、そんな風にね、言ってくれる人がいてね。いや、私はもう本当、みんなが、聞いてくれる人が、本当になんか、くすっと笑ったり、ああ、なんか、嫌なことあったけど、なんか、忘れちゃったな、とか、ああ、元気出た、とか、なんかよっしゃやるぞとか、そんな風にね思えてもらえたら御の字って思ってるんですよ。うん、なので本当嬉しいです。ありがとうございます。はい、もう本当に、いやだけどもうなんか昨日のねユーミンでも思ったんですけどね、ユーミンがねなんかね MC で言ってたことが、
風さんとも重なったんですね。だからやっぱりね、こうユーミンもかなりスピリチュアルな人だから、もうなんていうのかな、この世の真実を知っているっていうか、なんか宇宙の真理で生きているというか、まあ、だからね本当にそういう、ね、ユーミンももう50年一線で来た人ですよ。そんなミラクルな人います？だからなんか風さんももうミラクルじゃないですか、デビューの時から、デビュー前から。だからそういう、ね、人たちが私たちにね、いろいろこう、真実、本当に本当の生き方っていうのかな、そういうのをね伝えるっていうお役目もあって、こう今いてくれるのかななんて思ってね、すごい感謝の気持ちも湧きましたね、風さんにもユーミンにも。ユーミンは風さんをどう思ってるのかな、知らないわけはないと思うんですよね。そんなのもちょっと聞いてみたいななんて思いました。はい、ということでね、武道館3周年おめでとうございますと。そして花がなんと、J-WAVE の、東京ハンドレッドだっけ、あれでクリス・ペプラさんの番組でね1位なったということですよ。もうすごいね。なんかもう、いやでもふと思ったんだけど、ワーキンハードも花も、ワーキンハードはまあちょっとインスタでちょこっとだけ歌ってるシーンあったけど、本当にフルで歌ってるシーンって見たことないですよね。あー見てみたいってなんかすごい思いましたね。なんかもう私のもう見れないとなると、私の頭の中で勝手に妄想でもうMV は出来上がるわ、風さんの弾き語りの姿は見えるわみたいなどんどん私の妄想力は高まっていくんですけど、はい、ということでね、もうなんか今風さんは何を してらっしゃるのかわからないけど、きっとお忙しく、また次なる準備をされてるんでしょう。で MV も出るということだから、いつ出るのかいつ出るのかってもうね、わかんないけど、ドラマ終わったあたりかな、ちょっと楽しみ世代ですよね。はい、ということでありがとうございました。またドラマ終わった後またライブ配信私絶対やると思うんで、またその時よかったら来てくださいね。はい、ありがとうございました。ではまた。